皆さんこんにちは、今回はですね、中村すみれ三段と山下敬吾九段との本因坊戦予選 B のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。中村三段の黒番です。中村三段は2連生ですね。で、付け引き定石ですね、いつもので、一間締まりしました。で、星に打ってかかって付け伸び定石ですね。で、ここで覗きました。はい、ここはいろいろあるところなんですけど、こういうところに打つ手もあるんですけれども、こっちを打ちましたね。はい、で、ついで、そして桂馬に打ちまして、白も、模様を広げてきましたね。で、打ち込みました。で、受けて、で、こっち動かなかったですね。受けて動くものかなと思ったんだけど、ですけれども動かなかったですね。動かずにこっちの模様を広げていきましたね。ちょっとこれじゃあどうするんかなと思ったんですけれども、白も白ね、これをね、取りに来たりしませんでしたね。まだちょっと盤面が広いということで、こっちね、こっちが大きいと見ました。はい、そしてかかりってきまして、コスミつけて伸びて、で、詰めて、で、桂馬に打ちました。ここでね、伸びましたけれども、そうですね、ここはこういうふうに受ける手もありましたね。こういうふうに受けた方が良かったような気がします。でも実戦はね、こう受けまして、そこでですね、つけてきましたね。これはなんでつけたかはちょっとよく分かんないんですけれども、これ強いからつけたっていう感じですかね。それでさばこうということなんですけれども、で、中村さんはこれに対して下がりましたね。で、伸びて、そして桂馬に打ちました。で、押して伸びて、で、ここでつけましたね。で、当然これ跳ねまして、伸びて、で、押しました。で、ここでですね、ここ押しまして、手抜いて2目の頭跳ねましたね。跳ねて、ここでちょっとこっちから跳ねましたね。切る手もあったんですけれども、実はちょっと断点が多いので、いろいろとね、ここ跳ねまして、そしてここ跳ねて、跳ねて、伸びて、そこでここで切りましたね。ここで切りました。当然これポン抜きを許すわけにはいけないから伸びたんですけれども、白こう伸びて、こうぶつかった手がね、ちょっとね、味が、なんて言えばいいんですかね。とりあえず先手なんですけれども、あんまり、結局受けられると、後手になるという手なんですよね、これ。だからこのね、ぶつかった手がね、実はあまり良くはなかったですね。結局受けられた時でここの切りが残りますので、受けないといけないんですよね、ここをね。ですから、ここでは、継いだ方が良かったかもしれませんね。あえて継ぐと。ね。こっちの方が、弱点がないですから、こういう風に打ちたかったですね。でも実戦ではね、ここでぶつかりまして、で、伸びて、ちょっと受けないといけないんですけれども、ここをね。ですから、ここ最善の受けはここを打って、こう受ける手なんですけれども、ここちょっと乱戦になって難しいかもしれませんね。ここをこう打ったら、今度ね、この辺ちょっと薄いですから、こういうとこつけてくるんですよね。するとなかなか難しいですね、この戦いが。っていうのもあります。で、実戦ではね、ここで、こっちを受けずに、こっちを受けましたね。こっちを受けました。この2軒の間を受けましたね。で、ここでですね、切って、来ました。で、これ1軒飛びで受けまして、これ出ましてですね。で、押さえて、三々に入ってきましたね。三々に入った時点で、この石はね、なかなか取れないんですよね。ちょっと断点が多すぎて。で、ここを、こういう感じでちょっと頑張りたいんですけれども、これちょっと切られたりするとね、これちょっとまずいんですよね。
まあこんな感じで受けないといけないんですけども、でまあ一応こういうふうに打ったら一応ちょっと頑張ることはできるんですよね。一応頑張ることはできるんですけど、めちゃめちゃ難しいです。ただ良くなることはないですね、これを打ったからっつって。ただ頑張る手はありました、こういうふうに打ってね。ただしまあこう継いだ時にまた跳ねてこう打ってこう継いで、でまあこういってこういった時にまあ白はこう下がりますかね。でまあ一目をこう取るんですけれども、まあこういうふうにいったらこれなかなか取れないですね。これこうに入るのもあれだし、これはねここがね解消できないですね。お互い解消できないっていうか、はい、なかなか難しいですね、はい。まあ、実戦ではここでね、まあ、こういうふうにいきましたね。まあこれはねまあすごい効かされてるんですけれども、この手自体はですから、まあ、ここではねまあこれ効かしたもんですから、まあ、ここをこう打ってね、でこう下がりました、でこう打って出て当たり打って下がって、そしてこれを主張で取りましたね。まあいろいろあるところですけどね、ここではね主張で取る手もあるし、こういうふうに打つ手もあります。まあ、こっちの方にね、まあ、2軒ぐらい飛べますので、ここも大きかったですね。まあ、こっちもあるし、まあ、こういったらおそらくこういくと思うんですけれども、まあ、こういうのもありました。まあ、でも実戦ではね、主張でこれを取りました。で、まあ、これは、急所ですね、ここね。で、これも、まあ、ここでね、とりあえず1軒飛びましたね、ここね。で、まあ、ここをね、まあ、切られるので、まあ、ここをね、継ぎました。で、継ぎまして、出て、で、まあ、下がりましたね。これで、まあ、こっちに一眼あるっていうことですね。こっちの一眼とこっちの一眼で生きだっていうことを言ってるんですけれども。まあ、出て、押さえて、そこで当たりを打ちまして、まあ、こう、次も、これ先手ですね。はい。先手ですから、まあ、当たり打って、そこで、ここ当たり打ちまして、これで一応、ここに一眼とここに一眼ですね。っていうことですけれども、まあでもこれは結構互角になりましたね。相手がここ打たなかったですから、ここにね、打たなかったですから、結構互角になりました。ほぼね。で、ここでまあこっちにね、打ち込みました。まあ、まあ難しいところですけれどね。で、ここでですね、まあ、まあ防止しましたね。そこでですね、ここに切ったんですけれども、まあこれはですね、ちょっとこの辺が気持ち悪いということですね。気持ち悪いということです。あの切られる可能性もありますので、場合によってはまあそれを先手で防いだ手なんですけれども、まあでもこれはですね、まあこれで一応これはっきりとこれ2眼で生きるんですよね、これによって。でもですからまあ一長一短ありますね。相手をそのまだはっきりと生きさせないっていうのが気持ち悪いじゃないですか、相手からしたら。だからそのままほかっといた方が良かったかもしれません。ですから、まあ、このまま保留しておいて、まあ、こういうふうにいった方がここはねそのままにしておいて良かったと思います。ちょっと、まあ、この手はね、まあ、相手をねはっきりと生きさせてしまうっていうね、そういう手ですから、ね、こういう生きさせてしまいますので、はっきりとね。だからそのままね、ほかっといた方が気持ち悪かったと思います、相手からしたら。で、まあ、そこでここ打ちました。で、伸びて、で、こう、こうつけましたね、ここで、ね。まあ、なんとかしようということなんですけれども、ここで、まあ、さばこうということなんですけど、そして、ここで桂馬を打ちました。覗いて、まあ、この覗きはね、まあ、利かしですね。で、ここでね、ここをね、引いた手がね、これがですね、まあ、ちょっとミスでしたね。これは。まあ、ここはですね、とりあえず、まずはこっちでしたね。まずはこっちに行って、相手がどうするか見たかったですね。うん、こっちだったら、まあ、難なくね、しのげたと思います。まあ、これ取ってくれたらね、まあ、こう、桂馬でも打っておけば、これでもう、これもしのぎでしょ。これで。これでよかったと思うんですけれどもね。
もうここまで頑張る必要なかったと思いますけれども、まあしかしここでこっち打ちまして、ここ打たれてね、ここの中でしのぐのはちょっと難しいんですよね、これ。まあこう桂馬に滑ったんですけれども、まあ事前工作してきました。こっちこう打ちまして、まあ厚くしてこの辺をね、まあ取りに行こうということなんですけれども。で、そこでまあ覗きましたね。で、ついで引いて。まあここではちょっと危ないですね、はっきり言って、この石が。この石はちょっと危ないと思いますね。ですからまあこの石は、まあ捨てた方が良かったかもしれませんね、この時点では。まあ捨ててこの辺を、まああの、何ですか、荒らすと。この辺を荒らすと。ね。そっちの方が良かったような気がしますね。この時点でこの石をしのぐのはちょっと難しかったような気がします。で、まあここ、まあ結局頑張るんですけれども、こう打ちまして、伸びて、割り込んで、当たり打って、ついで、そしてまあ一応これ出たんですけれども、まあちょっとね、遠いですからね、こっちも遠いし、こっちも遠いですから、でまあここはまあ、膨らみまして、伸びて、そして桂馬に打って、ちょっと逃げれそうもないんですけれども、で押して、そこでまあ押して、そこでまあ、ここ生きないといけないで、こっちがね。こっちはあの、生きてないので、この石が。で、まあ、ここ下がってね、もう、そして押さえて、まあ、これ一応、生きるんですけれども、まあ、ここまで、まあ、厚くされて、それで、まあ、これも先手ですね。で、抜いて、で、まあ、ここでなんですけれども、白はですね、まあ、ここに打ちましたね。まあ、ちなみに、ここでは、ちなみにね、この石はですね、まあ、これ手を抜いたらですよ。手を抜いたら、これ、こうやって生きてるんですけれども、こうやってね。まあ、まあ、こう言っても、こう言って、これ取られてしまいますね、こう言ってね。これ生きてるんですけどね。まあ、これはね、あの、まあ、こういう風に当たり打って抜いたときに、これが、完全に孤立してしまいますので、もちろんこれダメなんですけれども、とりあえず生きてはいましたからね、これね。ですから、まあ本来はここではですね、まあこういうふうに取りに行くのが本手だったと思うんですけれども、まあここで、ここに打ったのはおそらく、こう取りに行くときに、まあここの石を取っておきたいっていう、多分そういう手だと思いますね、はい。まあ、用意周到な手だと思います。で、まあここを打ちまして、出て、抜いて、出て、そこで取りに行きましたね。で、ここでですね、まあ、これ、こすんだんですけれども、まあ、ここ難しいとこなんですけれども、実は、まあ、一軒ぐらい飛んでおいた方が、難しかったかもしれません。ただ、まあ、取られているかもしれませんね。5で1眼しかないですから、この時点で。こっちで先手1眼作るのちょっと難しいですからね。ただまあ一件飛んだら今度ね、ここで連絡してしまいますので、ここ、こうやって受けないといけないですが、一回ここは打てたんですけれども、でまあこういうとこつけて、まあどうなるかということなんですけれども、まあ難しいところですね。はい、これは。相手がミスとかしたら生きたかもしれないです。はい。まあ実戦ではこすみましてね。でまあここ行かれて、まあちょっとまた、これはちょっと中で生きるのは難しくなりましたね。ただ、この石がちょっと切られたりすると、こっと攻め合いになり、なるので、あとここも切りがあってね。これがまだ一眼ですから、まあそういうのもあります。で出て、伸びて、そしてつけて、押さえて、そして、まあここを打ちましたね。で、目取りに行きまして、で、一軒飛んで、出て、駆けついで、切って、そこで切りましたね。はい、そこで切りました。まあうまくね、一応勝負形にはしました。まあ伸びまして、押して、跳ねて、で、まあここでですね、まあここ、まあ主張になるので、これ、主張を避ける意味でここ打ちまして、で、当たり打ちまして、ここで、で、継ぎまして、で、ここでですね、ここ、
まあ、ここにこう打ちましたね。まあ、ちなみにここは別にまあ、当たり打っても打たなくてもいいんですけれども、まあ、ここでは、まあ、普通にこういうふうに打っても、これはこの石がね、結局ね、取られてしまうので、逃げてもね。まあ、ここでこう打っても結局一緒でした。はい。まあ、伸びてもこう打ってね、こう打って。こういったときに、まあ、一回こういこうかな。で、こういって、こういってね。まあ、切っても、こういってね。まあ、どっちみちダメなんですよね、これ。まあ、こういっても、こういって。まあ、こう当たり打っても、こういってね。ダメが空いてますので、はい。これダメですね。はい。はい。これダメですね。はい。まあ、こう、まあ、ここで、まあ、実戦ではね、ここで、こういうふうに打ちまして、で、抜いて、まあ、一応こういうふうに打つと、ちょっとこっちのダメが詰まるので、ちょっと気持ち悪いんですけれども。まあ、ここを一回当たり打ちまして、ついで、そして、ここも当たり打ちまして、で、ついたり打って、抜いて、で、ついで、で、跳ねて、まあ、ついで。で、ここで、まあ、こっち突きましたね。で、まあ、ここを打ってね。まあ、これでね、どうもね、この石が逃げられないんですよね。こう打ってね。うん、これでですね、これ当たりになってしまいましたので、ここが。まあ、結局、まあ、ここで中村三段がね、投了しましたね。はい。そうですね。まあ、ここのしのぎだったんですけれども、まあ、ここで、まあ、引っ張り出さずに、ちょっと辺の方で、これ捨ててね、辺の方で生きてたら、まあ、どうだったかなっていう気はしましたね。はい。まあ、最近ちょっと勝てないですけど、中村三段ね。うん、まあ、そうですね。まあ、今ちょっと、まあ、思春期ですから、中村三段ね。はい。まあ、ね、思春期の時はなかなか勝てないもんです。はい。これはね、みんなそうです。はい。チェジョンさんとかも、ゴイメイさんとかもあんまり勝てなかったような気がします。思春期の時は。もう中3ぐらいの時だね、ちょうど。うん、ですから、まあ、今はちょっとしょうがないということかもしれません。はい。以上です。